はいい始まりままりしししたチチャャンンネネルルでですす毎日投稿してるのでチャンネル登録高評価お願いします今回は神奈川県の営業職の正社員5年目26歳の方の源泉徴収票ですねはいを紹介します最終学歴が大卒で仕事内容はリフォームの訪問営業個人宅へ訪問しリフォームの営業を行う契約を取るわけでなく見積もりを見るアポイントを取る え必要な資格やスキルは特になし勤務時間が1日8時間、えー、残業がプラス2時間収入が月収30から50万で年収700万ボーナス30万営業職をき、えー、したい方へのアドバイスとしては人と話すことが好きで体力があれば誰でもできるそうですで、えー、年収が737万9527円で そこかから工場引かれた手取りが万円となっています。今回は住宅のリフォームの訪問営業をしている方の給与明細でしたまあ家一軒一軒回ったり、まあ、マンションとか回って取ると思うんですけどまあその労力に見合ったくらいの年収がもらえていると思います今回はこれで終わりますチャンネル登録高評価お願いします